ナンバーアンダーラインアイ、GOT MV、1億回再生突破なるか。22時の待ち合わせで奇跡を起こすファンたちの熱狂。GOT というタイトルがついた楽曲は、No. アンダーラインアイというグループにとって象徴的な作品であり、彼らのデビュー曲として多くの人々に愛されています。この楽曲に関連する挑戦、年内に MV 再生1億回を達成するという壮大な目標に向けて、 ファンたちは毎日全力を尽くしています。この目標は、ただの数字ではなく、ファンとアーティストの絆や、その過程で得られる成長と達成感を象徴しています。年内に1億回という数字を達成するには、残された日数と現在の再生回数を考慮すると非常に高いハードルに見えます。しかし、ファンたちはこの挑戦に対してひるむことなく、むしろ楽しみながら取り組んでいる様子が見受けられます。 彼らにとって、この挑戦は、絶対に達成したい、という強い信念に支えられています。その中でも、22時の待ち合わせ、という時間が特に注目されています。毎晩22時にファンたちは一斉に、GO の MV を視聴し、再生回数を伸ばすことに貢献しています。このような一体感は、ファン文化の中でも非常にユニークなものです。現代の音楽業界では、 SNS やオンライン上でファン同士がつながり、共通の目標を持つことがますます重要視されています。特に日本のアイドル文化において、ファンは単なる聴衆ではなく、アーティストの成功に直接貢献する存在としての役割を果たします。こうした取り組みが見られるのは、もちろんナンンバーーアダライン愛がただ単に優れた音楽を提供しているだけではなく、彼らの人柄や努力、そしてファンへの思いやりが深く感じられるからです。 デビューからわずか1年という短期間で、彼らはファンに対して多くの感謝を示し、その思いがファンたちの心をつかんで離さないのです。ゴートは、彼らにとっての最初の大きなステップであり、その背後には数えきれないほどの努力と情熱が詰まっています。それでも、再生回数という具体的な数字にフォーカスすることは、時に過度のプレッシャーを感じさせることもあります。目標を掲げ、 それに向けて全力を尽くすことは大切ですが、その過程で何を学び、どのような成長を遂げるのかが本質的に重要です。ファンの間でも、どうせ私が一回見たところで変わらないと考える人がいるかもしれません。しかし、実際には一人一人の行動が大きな力となり、その集積が目標達成への道を開くのです。これは、音楽業界だけでなく、私たちの日常生活にも当てはまる教訓です。 どんなに小さな一歩であっても、それが集まれば大きな成果を生むことができるのです。また、ゴートの MV がもたらす視覚的なインパクトや、楽曲の持つメッセージ性も忘れてはなりません。この作品は、ただのエンターテイメントにとどまらず、見るものに強い感情を呼び起こす力があります。ナンバーアンダーライン愛のメンバーがデビューまでに歩んできた道のりや、その過程での苦労や葛藤が、 映像と音楽を通じてて深く伝わってきますこれにより、ファンは彼らと一緒に歩んでいる感覚を強く抱くことができ、応援するモチベーションがさらに高まるのです。このように、ファンたちの強盗を再生するという日々の行動は、単なる数字の達成を目指すだけではなく、ナンバーアンダーライン愛との絆を深め、彼らの成功を間近で見届けたいという強い思いから来ています。そして、 この挑戦を続ける中で、ファンたちは自分たちの努力が確実に結果に結びついていることを実感しています。再生回数が増えるたびに、ファンたちは共に喜び、達成感を分かち合います。さらに、この挑戦は音楽業界の新しい形のファン参加型プロモーションの一例ともいえます。かつて、アーティストの成功はレコード売り上げやコンサート動員数で測られていましたが、 デジタル時代においては SNS での拡散やストリーミング再生回数が重要な指標となっています。ファンが積極的に楽曲の再生回数を増やすことで、アーティストの認知度が高まり、さらなる成功につながるという流れができています。しかし、ここで疑問が浮かびます。このようなファンの努力に依存するプロモーションは、長期的に見て健全なのでしょうかアーティストやファンに過度なプレッシャーをかけることはないのでしょうか 再生回数という目標に縛られすぎることで本来の音楽の楽しさや自由さが失われる危険性もあるのではないかという懸念も出てきます。これは今後の音楽業界が直面する大きな課題の一つかもしれません。ただ一方でこのような挑戦がファンとアーティストの絆を強化する側面も見逃せません。ナンバーアンダーライン愛とそのファンたちは共通の目標に向かって一緒に努力し、 その過程で生ままれる感感動や達成感を共有していますこれは単なる消費者と提供者の関係を超えたより深い人間関係を築く要素となっています。またファンたちは強盗を主張するだけでなく SNS 上でのコミュニケーションや情報共有を通じてお互いに励まし合い連帯感を感じています。毎晩22時に集まるという習慣ができたこともその象徴です。 これはまるで、仲間と一緒に特定の場所で待ち合わせをするような感覚であり、その時間が来ると自然と集まり、共通の目的に向かって行動するという儀式的な意味合いを持ち始めています。また、この挑戦を通じて、ファンたちは音楽そのものに対する愛情だけでなく、ナンバーアンダーライン愛のメンバーがどれほど努力しているかを再認識する機会を得ています。特にデビューからの1年間は、 彼らにとっても大きな成長の時期でしたロッキンジャパンフェスティバルへの参加など数々の大舞台でのパフォーマンスを通じて彼らは自信と実力をつけてきましたファンたちはその成長を間近で見守り応援してきたためゴートの成功を自分たちの成功として捉えるようになっていますファンにとってゴートの再生回数を増やすという行動は単なる数字の追求ではなく アーティストへのの愛情表現の一環です彼らの努力に報いたい、そしてもっと多くの人々にナンバーアンダーライン愛の魅力を知ってもらいたいという思いが、日々の行動につながっています。これは現代の音楽ファン文化の一つの形であり、ファンが積極的に参加することでアーティストの成功を支える新しいモデルです。ただし、これらの活動が長期的にどのような影響をもたらすのかは、まだ未知数です。 再生回数という目標に追われることで、ファン自身が疲弊してしまう可能性もあります。また、音楽を純粋に楽しむという本来の目的が薄れてしまうことも懸念されます。しかし、今のところ、ナンバーアンダーライン愛のファンたちはそのような心配を感じさせず、むしろ毎日を楽しみながら挑戦に取り組んでいるようです。最後に、ゴートの成功は、ナンバーアンダーライン愛だけでなく、 彼らを支えるすべてのファンにとっての勝利となるでしょう。この挑戦がどのように終わるかはまだわかりませんが、重要なのはその過程で得られる経験と、ファンたちの間に生まれる一体感です。彼らがこの挑戦を通じて築いた絆は、今後のナンバーアンダーライン愛の活動にも大きな力となるでしょう。そして、音楽の力とファンの愛情がどれほど大きなものかを、改めて感じさせてくれる素晴らしい例となっています。